すごいすごい、これこれって感じな。めっちゃいい景色じゃない？素晴らしい。今私北海道めっちゃ感じてる。すごい。はーい、北海道4日目ぐらい、5日目ぐらいです。今カナダにおるねんな。うん。でファームトミタ、うん、っていう、うん、ところわからん、みんながよく行くところに来てみた。そうね、うん、まあなんか写真とか見た感じ綺麗そうやし、うん、お花畑やんな、うん、多分ラベンダー畑として有名やけど、今はラベンダーの時期終わってるから、うんうん、まあ何の花があるか、あと食べよ、とにかく食べに来た、ね、でいまいちほんま何があるかわからん、行ってみようとりあえず。はい、行ってみましょう。もうなんか買ってるし、早っ。すごい、見て、なっちゃん、やばい。うーん、すごい、こんなにメロン並んでるの初めて見た。やばない？やばい、すごい。待って鼻詰まってみよう、わからん。600円なんや、これ。あ、これが300円で、うん、これ600円。あんま高くないよ。何食べたい、たっくん？でもやっぱり赤肉メロンかもね。青肉も美味しそうやん。青肉食べてみる？え、そっちも見せて。これこれ。なんかいっぱいあるな。カレーな。うん。普通に美味しそうやけど。めっちゃ美味しそう。チキン丸々乗ってるし。うん、美味しそう。え、これいくらだったっけ？もうめっちゃメロン入ってんな。すごーい、うん、食べよう食べよう。溶けてきた溶けてきたで。めっちゃいい匂いするな。メロンパン、先生いません。こっちが赤肉、赤肉とめ、うん、青肉、見て、青肉と赤食べ比べ、うん、え、割ってみようか、せっかくやし。割っちゃってもいい？割っちゃうね。おお、めっちゃ赤い、やばい。こういう、じゃーん、こっちもちょっと半分にしてないけど、え、美味しそう。食べてもいいですか？いただきます。美味しい。めっちゃメロン、すごい。じゃあちょっと俺もいただきます。うん、これは美味しいわ。うん、しかもこの外側めっちゃ美味しくない？うん、やば、サクサク。うん、どっちが好きか。あれ、こっち美味しいかも。うん、こっちの方がメロンの匂いするような感じ。うん、ね、うん、この前めっちゃ美味しいな。うん、でも、美味しい。あずちゃんも食べて。そう、私らはここめちゃくちゃ広い、どうしよう。すごい。ちょっとラベンダーはな、もうないと思うけど、歩いてみましょう。広いな。あっちまであるし、ほら。あ、ほんまや、あの奥な。ね。こんな感じ。やったね、食べようよ。ありがとう。食べましょう。すごい色やな、めっちゃラベンダー色やで。何が違う？普段と違う。アイスが、うん、
なんかこれは違う違う違う何なの2人でこれは違うなって食べたら分かるわ、なんか違うやん な、うん、なんか新しいリアクションやねんけど、してたのと全然違うな、そうなのなんかラムネそれまず、うん、うっせやん、大きい声出しちゃった、なんか知ってると思った、完全にラムネやん、ラムネこれがラムネ、どう？綺麗。うん、気持ちいいな。いい匂いするし。うん。見てこの背景が北海道やね。やばいな。これ匂いせえ。匂いせえ。ほんま？鼻ちゃんと違う匂いがどっかが来てる。いいやん、ね、めっちゃいいやん、すごいすごい、めっちゃいい、めっちゃいい、綺麗です、しかも山も入ってさ、めっちゃ最高、ちょっとちょっと全然いいよ、トットの家の前の方が横の前なのに1個しかないやん、だってトットの家の前の方が全然なってるやん、これ1個だけ、綺麗な、めっちゃいいね、あの今緑のところがほんま全部ラベンダーやな、多分な、うん、かもしらん、私あっても全部ずっとラベンダーらしい、あ、そうなんや、ほんま、うん、時期に来たら、うん、後ろ山やし、バリいい感じやで、いい、うん、なんなんそこ素敵やな、なあ、ここでアイス食べたらよかった、ほんまや、すごい素敵、ほら、おお、めっちゃ可愛いで、なんか夜っていうか、ああ確かに、これな、この横の横のライトな、の中の、確かに、な、いいやんいいやん、いいね、右から回って、うん。もうなあ、バリ森林浴、うん、気持ちよすぎてやばい、ね、ここにリスさんが遊びに来るんやって、そうそう、背伸びして食べたり、へえ、結構そこら中にいるんですか、なんかしょっちゅう来たりしますね、公認しないですみたいで、あ、そうなんや、見たい見たい、一番に探した人が、うん、うまいも全部、今リングルについて調べてます、ここに2世帯のリングルが住んでいますので大声を立てないでください、何よリングルって、意味わからんこと出てきてんけど、見て、リングルとは森の小さな小人のこと、はい、見えない人がいるとか、ちょっと待って、どういう意味、妖精なんじゃん、森の妖精、二世帯のリングルが住んでる、ここが家やねん、こんなん降りてあかんじゃん、見えない家なのか、リングルって何、北海道の言葉で妖精っていう意味ってこと、アイヌ語で小人のことリングル、思ってたのと違う、なんかあれやな、やばいねんけど、お金一方してるんだ、そこにリングルが住んでるんじゃん、なんて書いてあったっけ、横まで覗きましょうや、露骨にならないよ、リングルちょっと横目してよ、ビッて見たらあかんね、多分、あ、チラッチラッ、ここにリングルが2世帯住んでる、だからリングルテラスなんや、生き物かと思って調べたまさかの小人、全部の店を映されへんのがめっちゃ残念じゃない、そうやな、
普通に全部可愛いもんな。なんかじゃがいも、見た目じゃがいもやねんけど、もうなんか目とか生えてるし、ボコボコして、うん、ね、なんかこうろうそくの火つけるやつ、よう見たらろうそくみたいな。すごい、なんか私そういうのめっちゃ好きとかな、あの雪の結晶のやつとかな、めっちゃ素敵。一個一個違うからってわざわざ一個一個こう写真撮ってそれを模写してる、うん、作ったアクセサリー、うん、なんか作りたくなる。あと森で拾ってきた木で作ったオブジェっていうか、さっきまで気持ちいい森やな思ってたのに、ここ落ちてへんけど、なんか落ちてる木とかさ宝物に見えてくる。なんか作りたい。でもほんまにこういう、何これ、白樺、これは違うか、うん、気持ちいいわ。気持ちいい、楽しい。北の国からが始まった頃から人は、うん、五郎さんはさ、なんていうの、世の中に不満っていうか違和感を感じてたわけやん。みんな無駄にっていうか、ボロボロの家には住みたくないとかさ、うん、なんかそっから今何年経ってるって感じやん、うん、いや今とかじゃもうやばくない？何伝わってるかな。どうするどうする急に。今もっとさ、人は物を使い捨てるっていうかさ、ああそうやな、うん、ちょっと今資料館に行ってきて、みーちゃんの心はそういよいよ物思いにふけてんねんな。五郎さんのセリフに、北の国からのワンシーンたちに、そう、なんか新しいムツ五郎さんみたいなドラマ始まってほしい。ムツ五郎さんはもう動物の方や。七郎さんでもいいや、なんでもいいけど、なんかあのもう一回今の世代にこう、なんていうの、大事なことを伝えるドラマが始まってほしい。なるほど、うん、なんか焼いてないけど大丈夫かな。焼いてない、もう焼いてない、うん、作り置きってこと分からへん。うまい、まあでも、まあ、聞いてみ、買ってる人おるし、うん、イエーイ、やったね、昨日染まってたからな、うん、買おう、食べよう、うん、よかったね。これ食べて。うん、いいよ、もちろん。たい焼きやけど、うん、中が、うん、ハムとマヨネーズっていう、うんうんうん、ハムタイ。おいしい？めっちゃ食べて。わーい。おいしい。生地が甘い、うんうん、おやつ、うん、うん、めっちゃマヨネーズやね、うん、なんか普通のタイと違う生地が、うん、うん、甘い、なんていうか、うん、甘くてふわふわ、カリカリとかでもない、うん、うん、なんていうかホットケーキみたいな、うん、確かにそういう生地で懐かしい感じのハムとマヨネーズ、うんうんうん、よかったね。ハムタイもう一回おかわりしに行ったら、うん、お母さんがこれ、え、おいしい、そんな好きなんやったらみたいな感じで、やったね、でね、切れ端くれました。それは嬉しいね。なんこれ生地甘いからなんかおやつみたいな、うん、俺好きなの、うんうん、やったね。タクほんまに好きやもん、もういいよ。ありがとうございます。またここに来るたびに来なあかんね。いい思い出できたね。